カワポンです。2024年度、英語と兼題文のみで受験できる上位大学のご紹介になります。出願条件に、英語外部検定や共通テストの英国が必要なところを入れれば、もう少しありますが、今回は、そのようなものは除外して、純粋に、当日の試験が英語と兼題文のみで受験できるところになります。まず、2月2日に、成城大学の全学部統一入試になります。一応、古文は試験範囲ですが、独立問題はなく、少し古文の知識が問われる問題が出題されます。その点では、純粋な兼題文受験ではありませんが、今回ご紹介させていただきました。2月3日は、成蹊大学の全学部入試になります。ほとんどの学部が、英語と兼題文になります。次に、2月4日は、成城大学の社会イノベーション学部になります。2023年から少し入試システムが変わり、英語と兼題文で受験できる方式もできました。この日は、3教科方式もありますが、閉館ができます。次に、法政大学の全学部入試になります。ここが、一番注目が高いと思います。ほとんどの文系の学部で、英語と兼題文で受験が可能です。ただ、大学の人気が高いのと、受験のハードルが低いですので、高倍率となります。次に、中央大学の3つの学部になります。国際経営学部と国際情報学部は、以前から英語と兼題文の受験でしたが、総合政策学部は、2023年度から古文の出題がなくなりました。それが原因で、一般入試の試験者の増加率は、Gマーチの中でトップでした。2024年は少し落ち着くかもしれません。参考にしてください。ありがとうございました。